今日から臨時国会が始まりました。物価高騰対策や旧統一教会をめぐる対応などが焦点で、午後には岸田総理大臣が所信表明演説に臨みます。中継です。演説の中で岸田総理は総合経済対策の柱を打ち出し、低迷する内閣支持率の回復につなげたい考えです。対策には家計や企業に直接的な支援となる電気料金の負担軽減策を盛り込み、裏付けとなる補正予算案を速やかに成立させる方針です。自民党幹部は大規模な補正予算を組まないと政権が危ないとして危機感をあらわにしています。今の岸田政権、国葬の対応も含めて統一教会への対応も含めて全くなっていない。野党側は旧統一教会と自民党の関係などを追及する構えです。特に山際経済再生担当大臣には辞任を要求していて、細田衆議院議長にはさらなる説明を求めています。追加報告については、追加報告を集中にまとまる見込みはありますでしょうか。対応を誤れば国民の信頼を一気に失いかねないだけに、岸田総理にとっては正念場の国会となりそうです。